私は今36歳です。私の父はもともとダブルワークをしていましたが、私の学費のために仕事をさらにもう一つ増やして、なんとか学費を工面してくれました。学生時代に借りていた奨学金、およそ400万の返済は今でも続いています。お金がないくせに自分が私立を選んだから、そのせいで自分の家族にとてつもない負担を背負わせてしまっている罪悪感に何度も押しつぶされそうになりました。でもこんな状況にあるのは私一人ではありませんでした。大学時代の後輩からは、女が大学に行くことを親にしてくられた、でも高い学費を払ってもらっているから親の言いなりになってしまう、コロナ禍で学生の実態調査を始めた時には、明日の食事にも困っている、助けてください、こんな悲痛な声が寄せられました。非正規で働く20代の方は、どれだけ働いてもこの最低賃金では暮らしが安定しない、将来への不安と焦りばかりが募ってしまう。学費や働き方、そしてジェンダーの問題、政治や社会によって生み出された生きづらさ、この生きづらさは自己責任じゃない、政治の力で変えることができる。学費を下げてほしい、給付型の返さない奨学金制度を作ってほしい。そしてついに2017年、当時の安倍政権はわずかながらも、不十分ながらも給付型の奨学金制度を作ったんです。声を上げれば政治は必ず動きます。岸田政権は異次元の少子化対策と言いますが、中身は全くの低次元、お金の使い方も集め方も私たち一人一人が主人公の政治に切り替える。来る総選挙、この学費無償化の願い、実現させてください。